では始めていきたいと思います。まずベースを塗ります。はい、では次にこちらボンネイルさんのライトゴールドをのせます。のせ方は少し間隔を空けながらのせていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次に使うのがこちらの薄いシートのシェルを使います。私はちょっと分かりやすいようにこういったケースに入れて使っています。では今回はこのグリーンとブルーとホワイトの3色をのせていきたいと思います。はい、ではシェルをのせる前にベースを薄く塗ります。はい、ではシェルをのせていきたいと思います。はい、こちらの少し大きいかなというシェルは好みの形に割りながら使っていきます。はい、ではこんな感じにのせていきたいと思います。ではライトに入れます。はい、ではこの上にベースコートを少したっぷりめにのせていきます。シェルをのせるとどうしてもちょっとボコボコしてしまうので、このボコボコ感をなだらかにするためにベースを塗ります。はい、ではライトに入れます。ではこちら一度未硬化ジェルを拭き取ります。
未硬化ジェルを拭き取ることによって、未硬化ジェルで線がにじんだりとかしないので細い線が描きやすいです。はい、では線を描いていきます。今回使う白いジェルはアゲハさんのこちら300番を使っていきます。はい、では線を描いていきます。線の描き方はシェルの周りを囲いながら、うまくシェルが乗ってないところも線と点をつなげながら描いていきます。はい、ではこんな感じに描いていきたいと思います。ではライトに入れます。はい、それではキャンジェルのノンワイプトップジェルで仕上げていきます。はい、ライトに入れます。はい、こちらでステンドガラス風ネイルの完成です。とっても簡単なデザインです。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。